講師梶原哲也です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日は何しましょう。今日はですね、はい、私がいつもですねやっておりますリズム遊びをちょっとここでやってみたいと思います。リズム遊び、はい、どうやって遊ぶんですか？もうここにね実は完成形があるんですけれども、ポリバケツですね。トラバケツですね。こういうバケツですね。そうですね、はい、それにガムテープ、ガムテープですね。これはもう本当にどこでも売ってるんですね、うん、でもなんか色がすごいいっぱいありますね。そうそう、これね後でねこういう風にこういろんな色を使って作っていくんで、はい、はい、もう色は何色もあった方が楽しくなると思います。はい、はい、でこのガムテープとプラバケツを使って太鼓を作ってリズムをみんなで作って遊ぼうということですね。はい、はい、じゃあ先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イエーイ。はい、改めまして音楽表現講師の梶原です。これからですね手作り太鼓をまずは作っていこうと思うんですけれども、プラバケツですね。本当にもうどこでも売っています。どこの家庭にもあると思います。で、ここになります。ガムテープを使ってですね太鼓を作っていきますよ。できるかな？ちょっともう実際もう作りながらやっていきますね。こうやってガムテープをどんどんバケツに貼っていきます。まずは2本貼っちゃいましょうかね。こうですね、まず2本貼りました。簡単ですね。はい、もうこの時点でちょっとしたコツがあります。ピーンと貼ってください。ピーンと貼ると後でねいい音がするんで、プラスチックのこの弾力をですねちょっと使って強めに貼ってください。で、続けていきますね。まず2本十字に貼ったら4本ですね、さらによいしょ、簡単ですよね。はい、これで4本になりました。真ん中をね通すのがコツなんですね。やっぱりねあのガムテープこれ後で叩くんですけれども、そんなに強くないのでこうやって真ん中に集めることによって強度が増していきます。じゃあ次ね今度ね色変えてみますね。じゃあ赤いっちゃおうかな。赤のガムテープ使っちゃいますね。よし、もうあとはですね真ん中を通しながら、隙間を埋めていくって感じですね。ね、さらに2本貼っちゃいました。例えばこれお子さんとですねよく一緒にやるんですけれども、このガムテープをねまだちょっとちぎる力がないお子さんなんかがいると思うんですけれども、ちょっとですね最初にねこうやってちょっとだけちぎってあげて、で切れ目をつけてこうやっとやるとお子さんでもね簡単に切れるし、もうそれもちょっと難しいお子さんであればこういう風にですね最初にこう切ってあげて、でこう好きに貼ってもらう、もう自分で何かをこう考えながらとか好きにやっていくっていうのがねすごく大事なんで、大人がやるとねこう綺麗に貼ったりとかこうしてあげたいみたいなねちょっと手をね加えがちなんですけれども、もうお子さんの好きなようにやらせてぐちゃぐちゃになって、それはそれでアートということで、素晴らしいお子さんのアートをちょっと楽しんでください。よし、すごい、もう完成です。イエーイ。あっという間に完成です。はい、もう大人が作ればすぐです。はい、今度はねこれをちょっと使ってリズム遊びをしてみたいと思います。この叩くのはですね今度ね手でもいいですし、例えばペットボトル、これ、多分ねご家庭でいっぱいジュースとか水とか飲むと思うんですけれども、もう空になったやつを洗ってもらえればね結構いい音しますよね。私はドラムの中でスティックいっぱい持ってますんで、これもあるとスティックね、あ、やっぱ大きさと音違いますね。面白いですね。それでですね、叩いてもらう時のコツが、真ん中に、ガムテープが集まって厚くなってるんで真ん中を叩いてください。これ丈夫でいいです。で、まあでもですね破れてきちゃうことがあるんで、破れたらもうすぐ修理して新しくできちゃうっていうのがこのガムテープ太鼓のいいところですね。はい、よし、
じゃあちょっと試しにやってみますかね。まず一番大きな音をちょっとやってみますよ。せーの。これ乱れ打ちって言います。乱れ打ち、皆さん乱れ打ちって言ったら思いっきりピアノ手でダダ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 ってやってみてください。いきますよ、せーの、乱れ打ち。はい、最後一発いきますよ、せーの。はい、じゃあですね、簡単なリズム遊びいきますよ。今度はね、コール&レスポンスですね。こっちがリズム出すんで、皆さん答えてください。どういうことかっていうと、例えばですね、トントントン私叩きますね。で、こちらが皆さんとすると同じリズムで答えていただく。せーの、おい。簡単ですね。はい。ちょっとこの感じで、まず見本をやってみますね。リズムどんどん変えていくんで、いきますよ。せーの。ほい。おい。変えますよ。じゃあ最後いきますよ、乱れ打ち、せーの。はい、最後一発、せーの。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんな短い時間でお、これだけでできるもんなんですね。楽しんでいただきましたかね。これ人数増えたりとかして面白そうですね。面白いですよ。いつかこれでね、武道館でやりたいなと思ってるんですけどね。一番人気。そのためにも、まあ、いろいろな方が、これで練習していただいて、そう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 。いつかは梶原を舞台というところで、武道館でライブまで。いいっすね。出たりですね。いいっすね。それ最高ですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ではまた次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。